ベン・ジョーンズはベン・ハーディという芸名で活動するイングランドの俳優である。BBC のソープオペライーストエンダーズで3年にわたってピーター・ビールを演じていたことで知られる。2016年にスーパーヒーロー映画 X ・メン・アポカリプスのアークエンジェル役で映画デビューする。2018年には電気映画ボヘミアン・ラプソディでロジャー・テイラーを演じる。 同セットのボーンマスで生まれ、シェアボーンで育つ、シャーボーン修道院小学校とグリフォン学校に通う。グリフォン高生時代、ハーディは遥か群衆を離れての学校映画に出演する。2012年、ハーディはデビッド・ヘアーの舞台、ザ・ジューダス・キスでアーサー・ウェルズリーを演じる。当初は2012年9月から10月にかけてハムステッド・シアターでの限定上演であり、 その後、バース、リッチモンド、ブライトン、ケンブリッジへの短期ツアーが行われ、高評価を得て2013年1月にウェストエンドの、デューク・オブ・ヨーク・シアターに移った。彼の役柄は完全な正面からのヌードの演技が求められ、彼は後に、信じられないほど神経を痛めつけると振り返った2013年4月19日、ハーディが BBC の長寿ソープオペラ、 イーストエンダーズでトーマス・ローに代わってピーター・ビールを演じることが発表された。初の出演会は2013年6月7日に放送された。2014年11月19日にシリーズ交番が発表され、最後の出演会が2015年2月24日に放送された。ハーディはブライアンシンガー監督によるスーパーヒーロー映画 X ・メン。 アポカリプスで映画デビューし2016年5月27日に公開された。ハーディの役柄は翼を持つミュータントのアークエンジルであった。次に彼はハイファー・アルマンスール監督による歴史恋愛映画メアリーのすべてでジョン・ウィリアム・ポリドーリ役を務めエル・ファニングやダグラス・ブースと共演した。ジョセフ・コシンスキー監督のアクションドラマ映画 オンリーザ・ブレイブでは2013年のヤーネル、昼火災で命を落とした消防士のウェイド・パーカーを演じた。ジョシュ・ブローリンやマイルズ・テラーとの共演である。この映画は2017年9月22日に公開された。2018年4月に彼は BBC で放送された、ウィルキー・コリンズの小説、白衣の女のテレビドラマ版でウォルター・ハートライトを演じた。11月には、 ドラマーのロジャー・テイラー役を務めたクイーンの電気映画、ボヘミアン・ラプソディが公開される。2019年12月に、ネットフリックスの映画、ロック・アンダーグラウンドに出演。ありがとうございます。